全部380円。はい、これはホルモン焼きですね。この辺ね、さっきね、通天閣があったんですけど、この辺なんか串カツ屋さんね、鉄板屋さんがあるって聞いたんですけど、ありました、あの辺に、はい、見たら分かるんです、串カツの小皿屋さんね、店員さんいてるので早速行ってみましょう。鉄板酒場、小皿です。全部380円。一番人気は何ですか？一番人気はね、やっぱりお好みとかやつは違いますね。ホルモンでいうとハラミ、デザートとか。じゃあお好み焼き一つ、はい、とホルモンいきます。ホルモンと、はい、ハイボールと、はい、営業時間は何時までですか？11時、昼の11時から夜の11時までで、ちょっと休憩は挟むんです。はい、はい、11時から12時、さっきね、僕西成の方をね、ゲールさんと食べに歩いてたんですけど、この辺はまた違った雰囲気。これはね、新世界市場。新世界市場、多分ね、この辺多分普通に通天閣とか串カツ食べる人だったら、この辺地元の人が通らないかな、そんな感じで、こういう鉄板酒場があるんでね、路地に入った小皿屋さん、はい、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、これはホルモン焼きですね。まず店長が380円、オール380円、野菜と玉ねぎとネギですかね、とホルモンいただきます。まずご飯が欲しい。うまい。ホルモン食べてますけど、来ました。
380円ね、いただきました。やっぱね、岡山で食べる粉物と大阪違います。ハイボールとね、このメイク合わんわけない。ちょっともう一発いっていいですか。ちょっとなんか、はい、いいです。え、ほんまですか？ほんまですか？サンキューブラブ。あ、それで場所変えたらすみません。あ、全然さ。はい。俺的には OK。俺的には OK。ありがとうございました。はい、すみません。はい。はい。どうぞ。来ました。ご飯欲しい。あ、来ました。そうです、待ってたんですね。待ってたんですね。はい、レモンサワーからのね、罪悪感を忘れて豚キムチマヨ、いただきます。赤身ミックス、赤身ミックスですね。これも380円ですね。赤身のお肉と玉ねぎと入ってね、タレがついて、いただきます。だってこれはね、マジでご飯、こだわりのレモンチューハイですね。一から作って、もう一回ちょっといいですか。あ、いいですよ、全然。これはね、ご飯ですよ。これご飯、ご飯ないです、多分。このまま食べたら警察来ます、多分。ご飯ないです、多分。スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。